歯医者さんのつぶやき。こんにちは、小池病院歯科の小池です。実は今メーカーの方から炭酸ガスレーザーってのを借りてまして、まあそもそも持ってるんですよ。今小池病院歯科になってますが、まあ10年ちょっと前、小池デンタルクリニックって会員した時から炭酸ガスレーザーっていうものはうちで使用してて、まあ歯周病だったり歯茎のね、そういった部分に当てたりすることもあれば、歯を抜いた後のこの穴になってる血液を溜めて、そこをかさぶたみたいに固めていったりとかね、止血とかそういうので使ったりとか、まあレーザーメスみたいな形で使ったりとか、まあ10年以上使ってますんで、そろそろやばいんじゃないかな、壊れないかなとかっていうのをふっと思い浮かんだもんで、じゃあ壊れた時にね、慌ててこう商品何があるんだろうってこう選ぶのはいざという時困っちゃいますよね。バタバタしちゃうし、レーザーのない期間があるっていうのも嫌なんで、なので壊れてない今のうちにいろんなレーザー貸してくれるとこから借りて使い比べてみようっていう、そんなノリで、まあ言ってみれば車買う前にあっちの車こっちの車全部試乗しちゃえみたいな、そんなやつね、そんな感じで借りれるところは借りてっていう感じね。今借りてるのもこうレーザーが初めてのレーザーっていうわけじゃなくってね、メーカーとしてはこれで2つ目と、さあこの後3つ目4つ目と続くのかどうかっていうのは別として、まだこう自分が古くから使ってるのの新しい機種っていうのはまだ試してないんで、全然別のメーカーをね、とりあえずこう2メーカー借りて使ってみているという感じなんですが、なかなかまあやっぱり同じ炭酸ガスレーザーって分類でも、まあメーカーが違って、そのこうなんだろう、そのこうポイントをどこに絞っていくかっていう、その作り込み方でやっぱり違いがあるもんだなっていうのが、カタログと違って実際使ってみるといろいろ分かることっていうのはやっぱりあるのは車の市場と一緒かなと。まあやっぱ機械ってね、使ってみてこう分かることってありますんでね。まあそんな中でね、選ぶ基準っていう中でもね、まあ使い勝手っていうのも大事なんだけどね、あるメーカーのその炭酸ガスレーザーが見た目がめっちゃ赤いんですよね。ほら、医療の道具って白い関係のこうイメージとかありますよね。うん、大体こう白い感じのそのこうプラで覆われてるような機械とか、そんな感じが、それはほらテレビのドラマなんかでね、お医者さんのこうオペのシーンとか出てくるんだって、大体ね、そういうこう清潔感っていうのを匂わすような、そんな白ですよね。なんだけど、あるメーカーのレーザーが色がね、なんて言うんだろう、マツダのスポーツカーの赤って言えばいいのかな綺麗な赤なんですよね。うん、選ぶポイントそこじゃないって思われても、赤いんだよな、俺赤好きなんだよな、うん、そう、まあそんな感じでね、見てテンション上げてくれるものってのもやっぱり一つ売りにはなりますよね。ほら、車なんかでも見てワクワクするぐらいな感じの方が乗っててもワクワクするのと一緒でね、カタログで見た時から赤さってのも気になってたんだけど、実際使いながらその赤いのに触れてる時のワクワク感良かったななんての思いつつ、今度はまあ別のメーカーの今試してるという感じね。で、借りてていいのは今持ってるレーザー、それと今借りてるレーザー、そのメーカーを同時に比較できるっていう部分ね、そういった部分もあるんで、使っててなかなか面白いな、面白い発見があるなっていう感じはします。どんな機械でもメーカーによってね、そういったこうアプローチの仕方で同じ種類のものでもやっぱ違うんだなっていうものを実感させられるような、そんな感じでね、なかなか楽しい思いで取り組んでいます。その返すまでであればね、うちに来ると2種類のレーザー、やる側じゃなくて受ける側で堪能っていうこともできるかもしれないなんていうバカなこと言ってちゃダメなんですよね。まあそんな感じでですね、僕らが使うこういう小道具、いろんなものがあるんだな、レーザーっていうものもあるんだなってこともちょっと頭に覚えておくとね、うん、いいかなと。そのレーザーの使い道ってのは治りが早くなったりとか、歯茎の色が綺麗になったりとかね、歯を抜いた後のこう出血を止めやすかったりとか、はたまたレーザーメスなんていう形でメス代わりに使ったりもね、いうこともできると。まあそんな感じでね、いろいろ楽しみながらも新しい機器絶えず物色しながら診療する毎日です。
というわけで、そういったものに興味がある場合言ってみてください。というわけで今日はこの辺で失礼します。